あ、すいません。ちょっと自己啓発も読んでました。では今回は、小林トレーナーのキックボクサーサイズを、皆さんと一緒に、で、私も含めてちょっとやって、どういうものかを、感じていきたいと思います。基本的には、まあ、パンチとか、まあ見えないですけどね、ちょっとキックとか、狭いんですいません。キックとかをやって、有酸素運動になりますので、また他のジャンルとちょっと違ったトレーニングになるので、皆さんぜひやってみてください。では早速、スタート。はい、こんばんは。パーソナルトレーナーの小林です。火曜日に引き続きまして、今日もボクササイズ、キックボクササイズのね、動き配信していきますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。で今日は、また右足前で構えていただいて、出てくる動きだけ先にやります。上に向かって打つ、ジュチ自分の脇が見えるぐらいしっかり上に上げてください。その後は、膝蹴りの動き、もう一つパンチの動きはアッパー、右も左も両手でできますね、アッパー。あとは横から回すフック、最後キックはサイドキック、ね、前回やったキックを今度は前に打ちます。まず手を伸ばしてあげると、後ろ足のかかとを前に向けて前側に押し込むようにかけます。これね、お腹もお尻も体幹部を使いますので、体幹部を使っての意識してください。で、前回と同じで右やったら左、同じ動き繰り返していきます。はい、ではね、早速右足前に、右手右足前に構えて、顔の横に手を置いた状態で準備しましょう。はい、ではいきます。右のエルボーから、エルボー右キック、エルボー膝蹴りか、膝を抱えるようにして手のひらに当てましょう。同じ動きをあと8回、エルボー膝蹴り、あと4回いきましょう。4 3 2、次からアッパーアッパーエルボー、フットワーク、そうアッパーアッパーエルボーフットワーク。さあ、さっきやりましたね、脇を見せて、ラスト右手からフックフック、さあ大きく回して円を描くように大きく回しましょう。じゃあ次は左だけ、左一回一回構えに戻って強く、あと8回、8 7 6 5、コンビネーション、アッパーアッパーエルボー、フックを2回、さあ1 2 3、フックフック、下下フック、横横、同じ動きをあと4セット、フック、そうです、ラスト2回、よいしょ、ラスト。さあ、さっきやったサイドキック、セット、キック、ポーズ、手、足、戻る。さあ、前を狙って、キュー。さあ、そう回っていきましょう。あと4回、4。蹴りの動きは、お腹、お尻を使います。ラスト1回やったら、さっきの動きを戻ります。ごめんなして、アッパーアッパーエルボー、フックフック、そう、あと2回、ラスト1回、この動きにサイドキック、パンチからフックキック、ポーズ、もう1回アッパーアッパーエルボー、フックフックキック、ポーズ、ラスト2周いきましょう。フッ、横キック、さあ世界、さあ最後は足を広げて左手からパンチを連打、さあ素早く顔の高さで4 3 2、 OK、 スイッチしましょう。左手左足前、エルボーからエルボー右キック、さあバランスを取って、さあさっきと同じ流れで繰り返します。あと8回、ふ、膝を強く、
あと4、4、3、2、コンビネーション、アッパー、アッパー、エルボー、フットワーク。そう、さっきと同じですからね、思い出しながら、ジャンプするの難しかったら、足をついたまま、フック、フック。そう、今度は反対の手から、右手からです。さあ、お腹を強く締めて、一回一回強く。連続で右だけ。そう、狙うのは頬の高さです。足、腰を回して6、5、コンビネーションアッパー、アッパー、エルボー、フックを2回。さあ、2段階目のコンビネーションです。ちょっとずつね、コンビネーション何しますから、ついてきてくださいね。あと4つ、アッパー、アッパー、エルボー、フック、フック。ラスト1回。じゃあ次は、サイドキック、セット。キック、フォー。狙うのは、膝ぐらいの高さです。でも、できるなら、高く。あと2、4、3、2、ラスト1回。コンビネーション戻しましょう。パンチからアッパー、アッパー、エルボー、フック、フック。さあ、ラストスパートです。最後ね、出し切って終わりにしましょう。ラストはキックを入れてパンチから、フック、キック、ポーズ。もう一回、アッパー、アッパー、エルボー、フック、フック、キック、ポーズ。ラスト2周です。そう、素早く動いて心拍を下げましょうね。最後は足を広げてパンチを連打、右から。そう、手を遠くに伸ばして、はい、4、3、2、1、 OK。 はい、結構使いますね。いかがでしたでしょうか。まあ、左右の動きとかはそんなないので、その場でパンチとかキックで、脂肪燃焼効果が得られるということで、ぜひ、皆さんこの自粛の期間中、運動不足になりがちですので、こういうもので運動をちょっと習慣づけてみてください。はい、ではまた。